多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優が最速最短で年商30億店舗数30兆を実現する実証されたノウハウをコンセプトに、奴隷分け制度構築、FC 本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など、飲食店、整体院、美容院などの様々な店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。こんにちは。パーソナリティの田村陽太です。配信第59回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高木さん。はい。今日も頑張っていきましょう。はい、お願いします。はい、本日のテーマはこちらとなっております。焼肉店を3店舗経営しています。スカイラークが2022年の末までに約2000店舗に配膳ロボットを導入すると聞きました。今後中小企業でもロボット活用を進めていくべきでしょうかということなんですけども、そういうニュースがあるんですか？今このニュースはねありましたね、はい、これ驚きのペースですよね。すごいっすね。これ2000店舗ってやばいですね。配膳ロボット1年ちょっとでね、はい、そんだけ導入するわけですからね。あ、ロボットが活躍する時代が出てくるんでしょうか？結構前からロボットって、ね、飲食店でも活用され始めてて、はい、あ、そうなんですか？私のね、あのお客さんでももう 4,5 年前ですかね、はい、ラーメン店なんですけど、ええ、チャーハンロボットみたいなのがチャーハン作ってましたよ。チャーハンロボット、それ、はい、どういう形なんですか、そのロボットは？いや、なんかフライパンに機械がついてて、はい、フライパンがこう勝手に動いてるような感じですよね。ああ、なんかロボットがこう回してるんじゃなくて、フライパンが自動的にこう回ってる感じなんですね、はい、そうそうそう、あ、なるほど、そういうロボット。へえー、すごい。じゃあ結構ロボットを活用して、人じゃなくてロボットに任せて人件削減みたいな、そういう重きでやってるってことですか？まあ、そういう側面もあるでしょうし、はい、人がなかなか確保できない、特にねラーメン屋とかって人がなかなか来ないので、はい、まあ、そういう時にその生産性向上とか、まあ、人がいなくても店舗運営をできるような要は仕組み、はい、他のためにロボットと活用してんじゃないですかね。ああ、なるほど。え、結構ロボットとか買ったらめっちゃ高いんじゃないですか、これって。高そうなイメージなんですけど、まあ、そこそこ済みますよね、その初期投資としては、はい、ただその後人件費がね発生しないんで、それをまあ投資回収していくような考え方ですよね。あ、じゃあ長期的に10年20年でペイしてくるようにってことですか？まあそんなにかかんないんじゃないですかね。あ、そうなんですか。例えば飲食店の人件費って一般的にはね、売上の2割から3割とかいうわけじゃないですか、はい、あ、そうですね。だからすごい金額になるわけですから、はい、まあ、これがどれぐらい削減できるかにもよるんでしょうけど、あ、まあ、10% でも 20% でも削減できるなら相当な金額ですよね。そうですよね、まあ、店舗ビジネスっていうのはやっぱ人件費があってやっぱり成り立つビジネスですもんね。はい、なるほど。結構このスカイラークだったらやっぱ大企業で2000店舗にこう配膳ロボットを導入するって話なんですけど、はい、中小企業でもロボット活用を進めていくべきではなんでしょうかと話があるんですけど、この辺はどうですか？はい、これはなかなか難しい問題だと思うんですよね。はい、前提として、まあ、このコロナの影響もありますし、はい、こう人手不足の問題っていうのは、まあ、今後ねどんどん進んでいくっていうのはもう間違いないと思うんで、はい、大手企業はどん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 このロボット活用って進めていくと思うんですよね。大手企業っていうのは基本的にこう生産性を高めて、それでサービスの単価をこう下げて、はい、もしくはそのコストパフォーマンスを上げて競争してるわけじゃないですか。まあスカイラークは分かりやすいですよね。あ、そこそこのね品質のものをすごく低価格で提供するのが得意な会社じゃないですか。あ、はは、だこういうロボット導入して生産性を上げるっていうのはものすごい相性いいわけですよね。はい、でこれは多分ね大手企業はだからどんどん進めていくと思うんですよ。お、なるほど。で問題はこれ中小企業がどうするかっていうお話じゃないですか。ああ、そうですね、ご質問はそうですね。でこれ前提として、はい、ロボットを導入して生産性が上がって、で
かつ今までのこの中小企業の要は提供してるサービスの品質をね下げないものであれば、これね導入してった方がいいと思うんですよ。あ、はい、だ例えば、まあ、ロボットとちょっと違うかもしれないですけど、例えばこうシフト表を自動で作ってくれるような、はいはい、例えばソフトウェアが最近生まれたりするわけじゃないですか。あ、はい、こういうのは、まあ、そういうシステムを使ったって別にその中小企業が提供するサービスの品質に何の影響もないじゃないですか。まあ、バックヤードの仕事ですもんね。そう、それで生産性が上がる、はい、であればこういうのはどんどん使った方がいいと思うんですよね。あ、で問題はこの配膳ロボットみたいな類のもの。あ、はいはい、でこれ配膳ロボットをだから導入してしまうと、これ何が起きるかっていうと、はい、まあ、働いてた人がいなくなるわけですから、はい、そうですね、スタッフがお客さんと接触する頻度は多分相当減りますよね。そうですね、そうなっちゃうじゃないですか。なりますね。で中小企業って基本的に価格で勝負してないと思うんですよ。ーサービスの単価で、はい、それよりは、まあ、例えば飲食店で言ったら従業員さんのこう感じの良い接客とか、はい、まあ、結構凝った料理とかでこう差別化してるケースが多いと思うんですよね、はい、で仮にそういう接客とか一生懸命頑張って差別化していた会社が、もしくはそうすべきだというような中小企業がこれ配膳ロボット導入しちゃったら、これ大変なことになりますよね。そうですね、はい、確かに価格じゃ大手企業には勝負できないし、はい、でもその大手企業に対する差別化を教わった、はい、そういうそのサービスの質も中途半端になっちゃうわけじゃないですか。確かにそうですね。だからロボットって活用していくべきだとは思うんですけど、はい、どこに入れるかっていうのはだからよく考えないといけないと思うんですよ。あ、なるほど。中小企業の魅力がこうなんか弱まってしまうところにロボットを置いてしまうと中小企業のその売りがなくなっちゃいますもんね。そうそう。でこういう問題って実はもうよく起きてて、はい、私なんかがまあ数年前からよく見るのは、はい、結構小さいこう飲食店が業者の営業に乗せられたのか分かんないですけど、はい、ある時からこうタッチパネル式のなんかオーダーエントリーシステムっていうんですか、はいはい、ああいうのが入ってるケースって、まあ、たまに見ないですか。あります。焼肉屋とかでも結構ありますよ。そうそう。で大手企業はだからああいうの入れて省力化して、はい、で生産性を上げてその価格を下げていく、はい、でいいと思うんですよね。はは。だけど例えば個人の飲食店とかでも入れてるところがあって、はい、でも個人の飲食店で何が魅力かって言ったら、はい、まあ多少価格が高くても、はい、店主のキャラクターだとかなわけじゃないですか、はい、従業員さんの接客とか、はい、そういったところが魅力があってこう行ったりするケースが多いと思うんですよ。ありますね、はい、でそこにそんなしかも結構高いタッチパネルシステムなんか入れちゃって、はい、お客さんとのその接点減らしてたら、まあ、大手と違いがなくなっちゃいますよね。確かになくなっちゃいますね。なのに価格は高いわけですよ。はい、大手企業に価格じゃ勝てないじゃないですか。ですね。だこのパターン最悪なんですよね。ああ、なるほど。確かによく考えるとそういうところは起きてるってことですね。やっぱロボットを入れれば生産性向上とか人件費削減やったーみたいな感じで思いますけど、はい、その中小企業がもともと強みだったところっていうのが同時に消えてる可能性があるってことですね。そうそう。で逆に言うと、はい、このロボットの活用する傾向がどん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 進んでいくっていうのは、はい、こう中小企業にとってはこうチャンスと取られる面もあると思うんですよ。お、それはどういうことですか。例えば、はい、あのスカイラークみたいな超大手、はい、企業がどんどんロボット導入していってその接客のスタッフとかを削減していくわけじゃないですか、はい、で大手企業っていうのはだからそれで価格を下げるわけですよね、はい、でそうすると機械的なサービスにはなっていくじゃないですか。あ、そうですね。っていうことは人を通じて接客サービスを提供している中小企業っていうのは大手に対する明確な差別化がそこでもう勝手にできていくわけですよ。でそれが多少効率が悪くても、はい、それを求める人っていうのはいるでしょうし、はい、まあ、価格が高い根拠にもなりますよね。お、だって人を使ってんだから。確かに、まあ、そこはチャンスとは捉えられますよね。だからそこの大手企業の方針、まあ、スカイラークの例で言ったらもう完全に効率を上げて価格を下げるって話なわけですね。そこそこの商品を価格を下げて提供するっていうもう方針なわけですよ、はい、で大手企業ってのは基本的にそういう方向性に行きますから、はい、だからそことの違いを打ち出しやすくなると思うんですよね。
あー、なるほど。ちょっと一個質問したいんですけど、はい、僕とかも結構飲食店行くんですけど、はい、なんかもう、まあ、学生さんとかフリーターの方とか、まあ、主婦の方とか、まあ、アルバイトの接客来るじゃないですか、はい、接客態度がなってないみたいな人多いじゃないですか、はい、どちらかというと僕配膳ロボットの方がストレスなく飯食えるかなと思うんですけど、そういう恐れはないですか、はい、だからケースバイケースなんだと思うんですよ、はい、別に必ずしもね、田村さんが食事に行くときに、はい、いやそのロボットでもいいやっていうときも結構あると思うんですけど、はい、ロボットじゃダメなシーンっていうのもあると思うんですよなるほど、はい、そうだからそこの、はい、どっち狙ってんだって話で、あ中小企業って基本的にそのロボットで代替できるニーズを対象にしてたら、はい、もう価格じゃ勝てないんですから、おこれはだから逆にロボット入れたって大手企業に価格じゃ勝てないじゃないですか。まあそうですね、そもそもだからスカイラークと同じロボット入れたって、はい、ロボット導入の単価さえ違うと思うんですよ、はい、確かに2000台相手は買うんだから確かにそうですね、買えないですもんそんなにね。だからもうそっちで勝負しちゃダメで、はい、だからそこと差別化するんだったら、はい、もうその接客、はい、変な接客をしてる、はい、そのスタッフがいるんだったら、だからそこの教育に、はい、まあ、情熱を注ぎなさいってことですよね。あ、なるほど。ちょっと脱線するかもしれないですけど、高木さんにお聞きしたいのが、はい、さっきやっぱ人間はロボットに代替できないことをするべきだっていうところがあったと思うんですけど、はい、高木さんが考える自分はロボットに負けないぞっていう代替できないところどこですか。こう高木さんがこうロボットに勝てるっていうというか、人間だからこそできるっていうところっていうのをどういうところがありますか。ロボットって基本的にこう言われたことを言われた通りにするわけじゃないですか。はい、だから逆に言うとその言われたことしかできないわけですよね。はい、人間のやっぱりこういいところっていうのは、まあ、当然言われたことを言われた通りにもできるんですけど、はい、そのお客様の状況に応じてこう臨機応変な対応っていうのができるわけじゃないですか。はい、でここに決定的な違いがあると思うんですよ。はい、だからそこをどうするかなんじゃないですか。まあそうですね、そこを教育していって、そういうところをちゃんと接客できるような従業員さんを増やしていくとか。そうそうそう、例えば居酒屋とかで働いてると、はい、ビールが残り3割になったら追加の注文を聞いてこいみたいな、こうあるわけじゃないですか。ありますね、よく。でこれは言われた通りにねやるだけだから、これ多分機械でもできるようになると思うんですよ。はい、だけど例えばそのもうビール3割切ってんだけど、はい、なんかすごいそのお客さん同士で込み入った話をしてそうだみたいな空気は、はい、これ人間にしか今のところ感じ取れないですよね。ああ、まあそうですね。でこの時はやめた方が良さそうだっていう判断とかっていうのをするっていう観点で言うと、人間の方がこれ有利じゃないですか。そうですね。そういったところをちゃんと教育していったら全然違いができますよね。あ、確かにそうですね。こういうロボットを導入する際、まあ、それが契機に人間の教育だったりとか、従業員さんの接客態度を良くするとか、そういうのも大事になってくるのかもしれないですね。そうだから、何で差別化するかっていうのをちゃんと決めた上で、そこに影響しない範囲でロボットをとか導入して、はい、生産性を上げていくっていうのが基本的な考え方だと思いますけどね。ああ、わかりました。ありがとうございます。結構時間が近づいてきたんですけれども、最後もう一個だけ質問していいですか。はい。さっきタッチパネルとかを導入する飲食店が増えてきたって話もあるじゃないですか。はい。まあ、今コロナじゃないですか。はい。どちらかというとこう人との接客とかっていうところをこう距離取ってとか、接触を減らすっていう流れもまああるじゃないですか。はい。そういう流れと、そういう接客で、やっぱ自分たちの売りを強めていきたいっていうお店の思いもあると思うんですけど、はい、そこを両立するための何か工夫とかって最後教えていただけたらと思うんですけども、その今コロナの問題があって、はい、まあ、できるだけその接触しない方にした方がいいっていうのは、これは間違いなくありますよね。はい、で当然その接客をして、例えば会計をするとかっていうの行為にはこれリスクがあるじゃないですか。ありますね。これはだからもう避けようがないと思うんですよ。はい、でまあ、どっちが正解なんていうのも、まあ、私が今ここでね、こっちが正解ですなんて言える類の問題でもこれないじゃないですか。はい、大切なことっていうのは両方と もうメリットもあればデメリットもあると思うんですよね。おお、そのレジを導入したら、まあ、そのコロナの非接触化っていう観点、はい、でこうね、最近だとレジがお客さん側に向いててお金入れて帰ってくるみたいな、あ、はい、あ、そういうレジあるじゃないですか。ありますね。あれ入れたらいいですよね、接触全くしない、はい、そうですね。でもその人と人との関わりっていうのは薄れるじゃないですか。そうですね。で逆に従来通りのそのレジで釣り線をまあ直接やり取りとかしてると、今度はそのコロナの問題が出るリスクがあると。だから両方とも
あるわけですよね。はい。もその中で、まあコロナってね、今の視点ですけど、まあ3年後5年後どうなるか分かんないですけど、普通に考えたらまあ沈静化していくわけじゃないですか。まあそうですね。だから中長期的な観点で考えたときに、まあどっちがその自社の経営力向上、もしくはその他社との差別化につながりそうかっていうところを、まあご自身の頭でよく考えて、はい、決められたらいいんじゃないですかね。ああ、なるほど。そこら辺は自分たちでメリットを自分たちで考えながら選んでいくっていうところが大事になってきますね。そうですね。だからメリットデメリットをちゃんと吟味して、はい、で自分たちはこっちに行くんだっていう、まあこれは選択じゃないですか。だからなんとなく決めるんじゃなくて、まあそういう考え方していただくといいんじゃないですかね。わかりました。ありがとうございます。はい、本日は中小企業でもロボット活用を進めていくべきかどうかっていうところ話をさせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。